どうもしゅんです。こんにちは。今日インタビューさせていただく方は Amazon プライムで放送されていたバチェラーのシーズン1の主人公の久保弘武さんっていう方なんですけども、久保さんは東大の大学院を出た後に AT カーニーっていうコンサル会社に就職されて、でそこからミューズコー株式会社っていう女性向けファッション e コマースの会社を作りました。2005年にその会社を、ミクシーに17億でバイアウトして、そこから月額500円から家具をレンタルできるというクラスっていう会社を設立して、実業家としてかなり有名な方です。バチェラーシーズン1全部見てたので、すごい今日お会いできることをすごい楽しみにしてます。ということで行ってきましょう。どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは、クラス株式会社の、久保弘武でいます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。わざわざ貴重なお時間。あ、いえいえ、なんかすいません、わざわざ来ていただいて。いやいや、すごく僕は個人的に感動してます。すごいずっと見てたので、あ、頼むと。ありがとうございます。ということで、今日は久保さんにインタビューをさせていただくんですけども、まあ、聞きたいことはマジで山ほどあるんですけど、何個か絞って今日はお聞きしたいなって思います、はい。久保さん自身はその AT 管理時代とかずっと人事じゃないんですけど、その対応する立場もずっとされてきたと思うんですけども、はい、なんか一貫してこういう人と一緒に働きやすいなとか働きたいなっていう人はどういう人ですかね。やっぱり共通して結構言われるのが、はい、地頭がいい人っていう表現をよくされると思うんですね、はい。で地頭がいい人っていうのは、いろんな企業から重宝されるかなと思います。で、はい、地頭がいいっていうのが、はい、何なんだっていう話になると、はい、一つが、それは自分自身だったりもそうだし、会社だとかサービスに対しての課題認識がちゃんとできる人だと思うんですよね、はい。まずスタートはそこからだと思っていて、例えばですけども、まあ、仕事してないうちだったらば、はい、その自分自身の今の課題って何なんだろうとか、自分がなんかこう目標としていることと今の現状とのギャップって何だろうみたいな、はい、そこをきちんと見極められることがまず第一だと思うんですよ、はい。でそこのギャップ課題を、どうやったら埋めることができるのかっていう、まあ、これ世の中では平たい言葉で課題解決力なんて言われたりしますけど、はい、それがちゃんと考えられること。で最後が、学習能力、学習意欲が高い人。学習意欲、やる気みたいなですことですかね。学習能力両方が高い人っていうのが、これが3つの要素が多分地頭がいいっていうことなのかなって思うんですよ。そこをどういうふうに測るんですかね。話した感じとかっていうことですか。ある程度、定型の質問とかっていうのはあるのかなって思います。それこそ例えばしゅんくんが今通ってるのって金沢大学ですよね、はい。じゃあ金沢大学への応募者数を増やすために、はい、なんかそれも今その阻害要因になって、まあ、まさに応募者数がなかなか増えないっていうところの課題って何だと思う、はい、とか、はい、あとはじゃあ例えばそれはしゅんくんが、学長の立場だったらどういうことができると思うとか、はい、じゃあ学長じゃなくてもう一段下の学部長だったら何をするとか、はい、一教授だったら何ができると思うとか、なんかね、そうやって聞いていくと意外となんか測れるものなんですよ。どこをターゲットにするかとか、うんうんうん、どこに課題を見つけてるかっていうところを見るってことですか、うんうんうん。そうです。で、例えばその学長さんとか学部長とか、はい、一教授とかって、はい、要はその立場によっても、取れる打ち手が変わってくるんですよね。そこをじゃあ例えば自分のその立場を想像して、きちんと打ち手を考えられるかっていうのも課題解決能力を測ることにもなるし、いや、めちゃくちゃ参考になります、うん。そういったところでその地頭っていう部分を見て地頭のいい人と働きたいっていう。そうですね。じゃあこれを見ている方は、まあ、地頭の鍛え方みたいなのは経験からですかね。そういった判断の連続だとか、あの学生の時で地頭を鍛えるコツみたいなのってありますかね。コツじゃないですけど方法。別にまあバイトでもサークルでも何でもいいと思うんですよ、はい。その中で、じゃあ例えばバイトしてるんだとしたらば、はい、そのね、バイトに来てくれるお客さんの人数を増やすにはどうしたらいいんだろうかとか、お客さんのじゃあ満足度を上げるにはどうしたらいいんだろうかとか、はい、でサークルであったらばね、そのサークルの
まあ、サークルも人数増えるのがいいのか分からないですけど、はい、なのか競技系だったらどうやったらそれがより勝てるようになるんだろうかだったりとか、今その自分の置かれている環境でその環境を改善するためにどうしたらいいんだろうっていうのを結構なんていうのかな、考えてみるというか、でもしできるんだったらそれを実行にまで移してみて、うまくいったのかいってないのかっていうのを見ながらずっと PDC を回していくっていう、学生でもその訓練とかできるはずなんです、はい、そうですね、うん、それはできますね、すごく、うんうん、バイトとかサークルとか、それこそ課題をたくさん見つけようと思えば、うん、センサーを高くすればできると思うので、うんうん、ぜひやってみてください。会社をバイアウトした後に今新規事業として立ち上げたこのクラスっていう会社はどういったことを強みとして今打ち出していこうとしてるんですかね。今その僕のやってるクラスっていうサービスが、家具のレンタル、一番簡単な言葉で言うと家具のレンタル、はい、で最近だとサブスクリプションなんていう言葉が流行ってきてるんだけれども、まあ、要は家具を買わずに利用できる、はい、買わずに、月額の利用料金で使えますよ。いや、びっくりしたのが月額500円とかで家具が借りれるっていう、500円から借りれるっていう、うんうん、学生でも使いやすいなって。そうですね、まあ、それこそ一人暮らし始めたばっかりで、はい、結構ベッドとか、まあまあ、もちろんね、ネットとかでめちゃくちゃ安いの探せば1万円しないであるかもしれないけれども、はい、そういうのって結構ね、ギシギシうるさかったりとか、ちょっと作りがチープだったりするけれども、はい、ちゃんとしたベッドを買おうってなるとすごい高いんですよね。それこそ無印良品さんとかってなかなかこう一番最初の学生さんが買うのってちょっとハードルがあるかもしれないけれども、うちはなんかそういう例えばシングルベッドだったら月1000円で借りれますよっていうサービスなので、初めてそういった一人暮らしをする人とか、あとはそうだな、勤め出してからこうお給料が上がってでこう引っ越しをして、ちょっと広い家に引っ越したんだけど、蓋開けてみると引っ越しってすごいお金かかるんですよね、はい、で家具を買うもお金が残ってないよ、ね、いやまさに僕今その状態です、うん、東京に引っ越すので使いたいです、うん、あ、 ありがとうございますそう、だからそういう人たちに対してはすごく便利に使ってもらえるかなって思います。今の人たちって、特に若い人たちって、はい、どんどんなんか自分のライフスタイルとかライフステージが変わっていくと思うんですよね、はい、それこそそのしゅんくんみたいにこう学生さんのうちに引っ越すとか、あとは企業に勤めて転職するとか独立するとか、お給料がどんどん上がっていってまた引っ越すとかって、それが昔よりもすごい早いサイクルで来るってなると、住む場所も多分変わってくれば環境も変わってくる。でそういう風な、時代だとなかなかその家具を買って持つっていうのがそうですね、あんまりそぐわないと思うんですよね。だからうちは一番なんかその家具とかゆくゆく家電も貸すんですけど、そういうのを通じて一番提供したいのはその自由な暮らし方、自由な人生の選択なんですよ。それがなんかこう人々が実現できればなと思ってます。今サービスを立ち上げてから、ちょうど 4ヶ月か経ったところですけども、はい、もうある程度のテスト期間が終わって、ここからは一気にこうアクセルを踏もうかなっていう段階です。社員さんも結構いらっしゃいますよね。そうですね、まあ、今はでもね、社員 と、業務委託とで合わせて大体20人ぐらいですけど、ここから先に多分3月までには倍ぐらいになっちゃうかなとは。倍になるんですね。3月ってもうすぐじゃないですか。2ヶ月とか。そうですね。でどういった人材を求めているのか。即戦力であれば、例えばエンジニアの子で、学生時代からずっとプログラミングやってますみたいな人であれば、全然それはもう、ね、学生さんの力でもだし、はい、構わないです。まあ、とにかく即戦力の人たちであれば、働いてもらいたいなと思っていて、でうちがどういう人が欲しいかっていうと、はい、一番大事にしているのが、クラスって今ビジョンとバリューっていうのをですね、はい、ビジョンとバリュー、バリュー掲げていて、うん、まあ、会社として要は実現したいこと、成し遂げたいこと、とビジョンで、バリューっていうのが、まあ、クラスで働く上での行動規範とか大事にしたい価値観っていうのかな、これをに賛同してくれる人たちっていうのが、はい、やっぱり一番大事なところですね。理念とかに共感っていうのが大前提として、そうですね。で、まあ、なんでそれを
大事にしてるかっていうと、はい、まあ もちろんそのスキルセットが高いとかっていうのも大事ではあるんですけれども、僕はなんかこう働いてくれる子たちに対して、自由と自立性っていうのを一番大事にしたいなと思っていて、であれば、なんていうのかな、あんまりこう何もない中でその自由さっていうのを発揮してもらっちゃうと、会社としての方向性がね取れなくなっちゃう、はい、であればそのビジョンとかバリューっていう一つのちゃんとレールがある中でもう最大限自由に、自分のその人生の目標を達成するために働いてもらいたいなと思っているので、だからまあそこへの共感っていうのはすごく大事にしているっていうところですね。そこへの共感があって、その入社を希望してほしいっていう。そうですね。ありがとうございます。すごい僕の自身もすごい参考になりました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ということで、久保さんの会社 の、 ホームページとかサービスを下の概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。